さあやっていこう、やっていこう、やっていこう。模式をシリーズも別にやめてるわけじゃないんだ。ただ、間が空いてるだけで、間が空いてるのは、まあまあまあ、それは致し方ないだろう。現実に即してあげていこうと思ったら、これぐらい焼くのは仕方ないだろう。どうも、アザラシです。模式をシリーズパート37かな。さっき今確認して、多分37、パート37です。違ってたら、ごめんなさいっていうことでね。いや、プロ野球ね、開幕しまして、カード一巡りしたっていう状況かな。最後練習して終わったかな、前回。動画と動画は続けて見てない。現実に即してるから。動画と動画、これを、その最後の動画がどういう示したかも覚えてないんだけど。全然大丈夫だった。全然大丈夫でした。全員調整したか。何をしたんだ、一体これは。全員に。練習メニューを組んでいかないと。どうしようかな。ほいということでね、練習のメニューをちょっとカットしました。練習を設定しているところをカットした。まあ、こんな具合っすっていう感じね。まあ、また数ヶ月後とかに覗いてみて、どうなったかなということを、見ていきましょう。まあね、年の選手はもう伸びないね。小笠原が、絶好調伸びてる。などなど。スローカーも伸びてないな。どうしようかな。ってな具合でございます。はい。さあ、見ていきましょうか。試合を見ていきましょう。多分、グッズのやつはやったような気がする、前回。うろ覚え。清水がいいな。投げさせられそう。清水か門か。門かな。清水を万全の状態で投げさせてあげたい。伊藤智人がオリックスにいる。よしよしよし、いいぞ。いいぞいいぞ。清水投げさす。いいぞいいぞ。誰に投げさせようかな。豊田。この辺で首位を固めたい。首位固まってない。強い。あれ、うちのチーム強くないっすか。新庄ホームラン、オバンド内野安打、稲葉のセンター前ヒット。新庄ホームラン3打点、清宮、オバンドホームラン3ラン。田中、坪井2ホームラン。いいっすね。3連勝で首位に立ちました。確か勝てば給料が振り込まれる。そういう風な。ニコニコ TV。5勝1敗だぞ。打撃成績が素晴らしい。てててん。トレード成功？あれ？どんなトレードしてたっけ？あれ？もう忘れてる。磯部。結城だと。将来の超エース候補じゃねえか。なんてトレードだ。なんてトレードだ。島田和樹だってこれあれじゃない？日ハムの外野手じゃない？あいだ。元日ハム外野手じゃない？違うか。え？島田和樹。ちょっとお待ちください。調べております。え、この島田。よし。ハムの島田だよね。なんかいぶし銀の活躍をしてたような気がする。25歳かい。いや、まあ一応指名の方向でいきます。任せるよ。任せします。ぜひとも
今シーズンは取ってほしい。島田かい。このゲーム始まった当初にもいるんですけど、チームの中にはね、契約しなかったら、その後 OB に回ってくるっていうのがシステムですけど、ちゃん体験いる？全然今年拾ってこないな、外人さん。取った方がいいかもしれん。ここらでちょっとさらにトレードを画策してみよう。やっぱ中止だ、中止です。ちょっと動画またカットしました。今回はまたここでカットしたさせていただきます。トレードで悩んだんですけど、ちょっと、欲しい選手がいなかった。どこが穴、磯部獲得したことによってあんまり穴がなくなってしまった。堀重を安田武に変えたいな。契約金5億円がない。この焼きつくないにおいで、この安田武は武しかな。安田武しはほぼ最強に行っていいコーチなんだけど、まあちょっと取るにはお金がなかったね。トレードはまあ、ちょっと野手が足りないんだけど、どうかな。ちょっとまあ勇気を投げさせてみますか。これは変わってないね。ここを磯部に変えれるというくらいのもんで。強いね、うちはなんか強いね。左をめった打ちに、右ピッチャーをめった打ちにする能力がある。んっと立山、おっと立山、ここかな。割といい感じに進んでます。近鉄がかじりついてきてるけど、うちのチームは好調だ。どうだろうね、トレードちょっと考えるけど、いる選手がいるか。1軍2軍見ても、代打で磯部を出していいぐらいだよ。キャッチャーの才能はあんまないけど、バッティングの才能だけは確かなものがあるから、超攻撃打線を、超攻撃的な打線を組むのは悪くない。やっぱちょっと外野が手薄かな、うちのチーム。それだけは否めない。でピッチャー陣が1人欠けたので、ここに誰か1人入れます。生駒かな、こんなかなと。まあ生駒でしょう。いや、相手の藤本、中継ぎで生駒でしょう。これでいい、これでいい。やっぱ野手足りないね、うちのチームは野手が足りないね。勇気を先発に、これで間違いない。石井博俊をダブル抑えにするなら石井博俊の方がいい気がするけど、で原田は中津、こういう感じでいきましょう。で磯部と結城の練習方法が、移籍したばっかりだから定まってないので、まあ結城はそんなにまだ今シーズンは使っていかないので、しっかりと練習に励んでもらおう。スライダーが確か良かったピッチャーだけど、スライダーを教えれるコーチではないので。ここも上がったばかりだ。まあ9位でいいでしょう。結城もまあ結城はコントロールかな、コントロールなさすぎるから、コントロール D はさすがに使うの忍びない。おいで磯部は
キャッチャーだけどキャッチャーの練習をさせずにひたすらコーダの練習をさせていく。コーダ B ぐらいになれる、そういう選手だ。このバッターがキャッチャーには相当打つよ、うちのチームはってなるから、数年後は楽しみだ。 2,3 年後はもうバカバカ打つチームになるよ。さあ誰を投げさせるべきか。今年の犠牲になってもらうはずだった、今シーズンの犠牲になるはずだった、あのピッチャーを出してしまったんでね、門を出してしまったんでね。とりあえずセーブあたり左出しておき勝てるから、左出しておき、左、いい左バッターの多いチームは。ん？なんで？あ、そうか、岩本投げさせたんか。ああ、今シーズンの岩本はガッチリと年俸を下げなくちゃいけないね。これは。ホームラン打たれすぎ。松坂か。じゃあ、この辺で見て、今回終わりということにしますか。移籍したばかりの結城投手のピッチングをご覧になっていただきましょう。今日は結城対松坂の投げ合いでいいかな。2週後半だからね。もう2つぐらい見ていいか。今固まってた。まあ2週 ?3 週 ?3 週かな、今日14だよ、やっぱ2週か。3週っつったら21だもんな。いやちゃうな、やっぱり今のところで 見た方がよかったな。やっちまったな。いや、いいね。いい勝ち方をするね、うちのチーム。関根。もうバンドの調子も悪くない。これでいこう。近鉄が強いぞ。そして、競り負けてる。給料の面、稼ぎの面は申し分なし。さあ次で、4月3週後半で、まあ、どこのチームとやることになるかわからないけど、一つ試合を見ていきましょう。近鉄か勇気。ミラバルが打たれとる。まあでも今回初めてか。勝だ。ここ大きいぞ。ここ勝たんとまずいぞ、これは。タフィーローズと中村のりのいる。近鉄、誰がいいんだろう。まあ、清水生かすか。でも、向こうも前川で左だから、ちょっと苦戦しそうですが、まあ、見ていきましょう。と、同時に、ここまでちょっと伸び伸びとやってしまいましたが。ね、あの試合中はこのプロ野球のワンカード一巡り見たあれの解説でもしていきましょう。今年のねペナント占うべ占うわうらペナント占うねカード一巡り。あら、近鉄はヴィンセントを使ってくれているね。お待たせしました、まもなく試合開始。おお、両翼に外人を並べている。勝ちだ。あ、新庄が、小笠原のホームランで清宮、
見とけばよかった。見とけばよかった。強いね、うちのチームは。いきなり2点取ったぞ。武藤に打たれて、走っても多分盗塁だろうね。武藤の足が速い。いきなりランナー2人出して、あ、キャッチャーフライ。マウリシオでローズ、ローズは左だから、まあ打たれる。いや、もう2点取られた、3点取られた。いや、面白いな、面白い試合になりそうだな、これは。前川自体は多分抑えれそうな気がするけど、よし、こうやって見ていこう。で、まあ、プロ野球に関してね、やっぱね、今シーズンはね、広島が弱いでしょ、セ・リーグね。今、ヤクルトが1位でさ、すごい不思議な感じ。ヤクルトがまあ、今年のこの巨人戦もね、ちょっとテレビ見てたけど、強い。とにかく打つな。何があったんだ、あれ。ヤクルトが打つ。今日投げた高橋ってピッチャーもなかなか良さげだったけどね。高橋、ケイジだっけかな。うん、まあ、6失点してはいたけども。意外にヤクルトがやるなぁって。うん。で、まあ、中日もまあまあ打つし。で、阪神も思ったほど悪くないっていう。走ろう。ピンセットな走ろう。セリーグはね、やっぱカープがこんなに失速すると思わなかったね。不思議。ほんと不思議。それだけは、読めなかったなぁ。やっぱ投手陣なのか？丸が抜けた穴よりも投手陣の崩壊の方が大きそうなぐらいで。不思議だね。で、まあ、パリーグに、語ること特にないんで、うん。語ることない。んで、セリーグ、パリーグに目を向けてみると、やっぱね、ソフトバンク強いね。うん。冒頭、さあ、清宮だ。清宮シリーズなのに、清宮にあんまりスポットライトが当たってない。なんで、まあ、日ハムに関して言えば清宮がいない穴っていうほどのことはないんだけど、全体的に打線がこう低調。ハムはね、日ハムはね、こうして見るとね、だって打率2割2分5厘だぜ。まあ、2割2分5厘だぜって言って、その下にオリックスや、ロッテがいるから、まあ、なんとも言えないけどね。まあ、防御率が、まあ、悪くないかなと。見てくれ、この、ソフトバンクの。よし、打点は稼いだ。よしよしよし。まあ、この、ソフトバンクが強すぎるパリーグは、ずるいだろ、これは。と、ホームラン数も21で多いし、まあ、盗塁は、まあ、そこそこか。てますね。てな具合ですね。日ハムに関して言うと、まあ、よくこれで3位におるなっていう、そんな感じ。2019年の4月14日の時点で。いやー、もうどうなんだろうな。ワンボロンはまあようやっとる方だとは思う。だから翔さんが開幕3連戦オリックス戦はすごい活躍したんだけど、オリックス戦だっけ。うん、それ以降、ちょっとねっていう。2割4分ぐらいしかなかったの、打率は。今日の時点で。いやー、ねえ。太田はやっと打ち出したけど。まあ、こっちのパリーグもわからんね。このまま日ハムが打たないとは思えないんだけど。日ハムはこのままだとは思わんけど。思わんけど、いやー、こんなもんかもしれんなっていう。投手陣はできすぎとるしね。走ろう。よしよし。見逃してストライク。まあまあ。まあ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 。ソフトバンクが強すぎるのを他球団がどう対応してくるかっていう感じかな。だからエース、ソフトバンク包囲網じゃないけど、パリーグ5球団が、ね、エース級をソフトバンク戦に当てていけば、まあ、なんとか、いい
ペナントになるかもしれんけど、2位狙いとか3位狙いに走っていくと、まあ、ソフトバンクが独走して終わるわ。おし、2点入るぞ、2点。入らん、2点は無理だったか。前川そろそろ下ろした方がいいぞ、近鉄は。下ろしてほしい。ここで右あたり出してくれると坪井がバチコーンとこう、バチコーンとヒットを打って2点入れてくれる。ちょっと左コードが低いかな、坪井は。もしかしたらワーストライク、ツーボ。次の1球、あー、打ち上げたらいかん。まあ1点リードしたので、このままこのまま行くよ。ローズ、片岡と左が続くので、このまま清水で OK、 この回は OK で、吉岡、ヴィンセント、水口が右バッターだけど、まあいいでしょう。よしよし、清宮アウト、オバンドアウト、金子。まあ、時代が時代だからかもしれんけど、結構先発我慢するね。4失点でもまあ我慢するね。いいな。うわ、ヴィンセントに打たれた。で、水口、こうバントでもいいよ。あ、三振か。で、オムラ。左だから。いやー、まずったか、今まずったか、変えるべきだったか。よし、ここで仕掛ける。野口を石本に。落ちちゃイエージだと、近鉄に落ちちゃう。三投は危険か。ここでバント、投げた、スプリットフィンガー。いや、スリーバントはないな。しょうがない。同点のチャンスです。打ちました。いや、お、二塁へ送球。バントかなって今一瞬考えてたんだけど。ヒットです。大塚明文をここで抑えやんけ。スクイズ失敗。あれ、俺スクイズ今押した、氷のつもりだったよね。まずいな。今の攻めはまずいな。これ投手交代、ピコマ、違うな、立山。ここでピッチャー交代。勝ちに行くぞ。この試合勝たなければならぬ。ちょっと待て。石本のままだった。守備でも棒西の方が上か、違うな、磯部の方が上か。選手を交代します。よく今アウトにしたな、石本君。よくアウトにしたね。ここ大事。ツーアウト満塁、バッターは磯部。ストレート大きく外れました。ボール。立山はうちの投手陣の中では一番能力値が高い。緩いゴロになった。取りました。一塁へ送球。一番変化球の能力値が高い。岡崎、ツボイ。ストライク、見送った。この焼きつくなにおいて、この大塚は球威はあるわ、変化球は、スライダーと V スライダーの2球種がやばいほど落ちるわ、曲がるわということで、まあ、かなりいい投手という位置づけだが、ロングリリーフさせるつもりなのかな。よし、さあ清宮だ。いや、ヒットでしょ。よし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 、ああ、帰ってくるまではない。
じっくりと見ていっております。おバンド清宮変えるべきか、どうなんだろうな。清宮を変えてダイソー出してヴィンセント、これは某掲示板でスレが立ってる頃でしょうね。スパイとスレは立ちはしないか、実況スレでスパイスパイやるのか、ヴィンセントとかいうスパイが役に立たないんだか。見たか今の V スライダーの落差を、ふわっと落ちてる、ふわっと。ランナー三塁、ランナー三塁、ランナー三塁。稲葉、稲葉。さあ見せてくれ稲葉。WBC 日本監督の実力を見せてくれ。まあ、打率2割5分8厘のバッターにどれほど期待していいのか。次の球、いいファウルだな。頼むぞ。いや、このまま立山続投。ここでピッチャー交代。左だから原田。出したか。ここ大きいぞ、ここ大きいぞ。しっかりこう左2人を抑えるかどうかによって命運がかなり。今のカメラの位置いいよ、ストレートかボールがよく分かったから。ストレートストライクかボールがよく分かったから。ダメだ、いやー難しいな。このまま原田でいいかどうか。よしよしよし、ここで右の吉岡になるところでまたピッチャー交代。中継ぎで一番信頼のおける桜井。よっしゃいいぞいいぞ。移籍してきて初の打席かな、磯部。楽天の初代会長になってたよな、選手会長になったよな。だから野球つく的にはキャッチャーなんだけど、あんまりキャッチャーとしてというよりは、まあ、むしろ外野手として、高打の外野手としてとしての方が、まあ、プロ野球的にはその後目を開いたみたいな。バンスクイズさせよう、セーフティーバントさせようかなと思ったけど間に合わなかった。よし走るぞ。そうか、今抜きを出したのか。そうかそうか、通りでなんか投げさせまくって壊そうと思った選手がいないと思ったらそういうことか。ひどいひどいトレードをしてるな、ひどいトレードをしてる近鉄の。フォアボール。さあ坪井、三振三振、センターフライ、デッドボールという。ここまで初球はスライダー、低めに外れたのかな。2球目高めのストレートを強引に振りに行ってセンターフライ。川口左か、左の中継ぎ出したいけどもう球切れだ。高野、左出したいな。ここ石井かな。ここでピッチャー交代です。武藤、大村、平下だっけ。変えちゃうな、左に変えるべきかなって思っちゃうね。ただランナーがセカンド前に進むと石井翔としてはちょっと弱いので、
なんとかランナーをファーストに釘付け、ファーストに釘付けにした状態でアウトカウントを増やしていきたい。武藤にホームランはないので、いやー、まずい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 、ホームランは怖いぞ。バントシフトだな、バントシフト、バントさせていいよ、バントさせていいよ、全然バントさせていいよ。あー、ちょっとちょっとちょっと、コンピューターに、コンピューターにいいようにやられておる。ねじ伏せろ。謎の処理落ち、謎の処理落ちをしている。5対5、ワンストライクツーボール、バッティングカウントが整ってしまいました。ストライク、ツーストライクツーボール、これ若干投手有利。よし、低めのストレート、よくわからんな。ここ一番大事だからミラバルあたりで押し切りたい。ここを抑えられなくて何が抑えか。この系統策完璧じゃないか。我ながら完璧じゃないか。さあ清宮だ、清宮シリーズと銘打っているんだ。清宮が打たないで、さあ果たしてどうするのか。うわー、ホームラン、いい守備。これは延長だな、ほら延長やな。この回で抑えてほしい。皆さん、打たれるね、打たれるね。見るか、これは振っていません。的山アルカシ、1割のバッターアルカシのもちょっとな、これを抑えてほしいよな。いやー、外れてる。前田忠節、信じるしかないね、抑えを信じるしかないな。変えるべきか。ワンストライクツーボール、いや信じるしかないんだよ、ここまで来たら信じるしかない、抑えてくれって信じるしかない。まあ、バッティングの方は向こうはそんな大したピッチャーバッターじゃないから、そこはまあ、抑えるかなって思いながら。ナイス、金子誠でよかった。今のは危険なシーンだったよ、非常に危険なシーンだった。ダメか、磯部キャッチャーフライ、田中健介センターフライ、ピッチャー交代。さすがにミラバルはよく投げてくれた。ここでピッチャーを交代して、まあ岩本でも投げさせとくか、ここでピッチャー交代です、ガンちゃんでも投げさせとくか。まあまあまあ、負けたとしてももうしょうがない。これはここまでよくやったという感じですわ。引き出した、負けるか。ライトフライ、よし、この試合長いぞ、この試合長いぞ。
マウリシオ。並み居るバッターを押しのけて近鉄の4番に座る男マウリシオ、果たしていかほどのバッターなのか。打率3割5分2厘、ホームルイダー4本、 10打点もまあやるなって思うけど、それより一番怖いのはこの7盗塁だな。足も速い。ナイス新勝、素晴らしい、負けんぞ。この今関から打てんな。ローズセンターフライ、片岡、うわあスタート、あもう毎回サヨナラのチャンスが。負けるか、負けちゃうのか。怖いな、怖いな。ファール、あー今だな、何や転がってるや。スリーボールはいかんぞ、ここで決めろ。よし、手放して見ていいよ。これはボテボテの当たり、よっしゃ、バファローズ二塁ランナーにタッチしてのアウト。12回、ここらで清宮に打ってほしいな、ホームランを。あー、ライトフライだな、もう足が止まってる。そろそろ今月疲れてもいいと思うんだけどな。なんで投げれるんだあいつ。ダメだ、フォアボールすら出ない。いや、ずっと近鉄攻めてんな。またサヨナラチャンスすげえ。セーフです、また牽制、もう一度牽制です。投げさせますね。フォアボール、フォアボール、フォアボール、見送ってボール、打ってきそうで怖い。投げた、ここはルイを投げてきます。マウリシオバッターボックスに入ります。いや、バントの構えしてなかった？してないか。ツーボール、ノーストライク、ツーボール、振りに行ってファール、ワンストライク、ツーボール。いや入ってるね。いやファールか、危ねえ。三振取れ、もう一層三振取れ。外れるか。さあ、フルカウント。ミスミス類をプレゼントする格好になりました。ピッチャー変えるか。変えよう、変えよう。ここで豊田だな、持ってる球種は抑えピッチャーのそれに近いし、豊田自体も抑え投手としても活躍した、むしろ先発としてはそんなに活躍してない。終わった、総力戦だったな。まあ打つ手はそんなに間違ってなかったと思うが、ちょっと相手の今関にしてやられたって感じ。いやー、総力戦でした。いや、これが良かったな。
こっから全然点が取れてない。前川しか点が取れなかったんか。ちょっと打線の方もね、ここからはずっと沈黙してたんじゃないかな。ね、ずっと三者凡退だった、うん、まあこんな日もあるさ、こんな日もあるさ。よし、シーズンが始まって3週まで終わって、いやーどうだってなったね。一応3位に食い込んではいるけど、近鉄がなかなかやりそうですねという。一番はよくわからん、マウリシオってやつだな。なんか怖い、あれがバカバスが活躍して近鉄がめっちゃ勝つかもしれん。おお、バファローズか。大久保とボーニシ、わけのわからんトレードだな。わけのわからんトレードだな。嫌です、嫌どす。いやどうなんだろうな。別に取り出してもよかった。よし、じゃあ今日はここまで。次は4月終わりぐらいにあげようかな。ちょっと今回長かったんでね、まあ、カットとかしながらそんな感じで実況に動画にしてあげていこうかな。エンコードしようかな。それじゃあこんな感じです。ほなまた。